デイリービルの山根です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。国から独立が決まった日本学術会議ということで、はい、日本学術会議の研究の著者であられる白川先生にご貢献を受けたまろうかと思い果て参じた次第です。はい、はい、2023年12月22日これ NHK の記事ですね、はい、日本学術会議について政府は法人格を持つ国から独立した組織に改める方針を決めましたと。で、会議側には独立への反対意見があることから具体化の法整備の検討は丁寧に進めることにしています。これは日本学術会議を所管する松村国家公安委員長が22日の記者会見で明らかにしました。それによりますと、今は国の機関である日本学術会議について今後は国から切り離して法人格を持つ独立した組織に改めるとともに会員選考も自律的に行うとしています。引き続き国が学術会議への財政支援を行いつつ会議の財政基盤の多様化も図るほか外部の有識者による評価委員会も設けるなど運営の透明性を高める仕組みも検討していくとしています。はい、これは非常にねいい動きだとは思うんですけれども。そうですね、はいはい、どうご覧になってますか。まず日本学術会議とは何かっていうのを、まあ、1分で説明するとね、はい、まず GHQ が、まあ、実質的に作ったものであると、はい、で目的は日本の再軍国化っていうのを防ぐためですよね、はい、だから日本を平和主義にとどめるために作ったと、はい、でその頃の GHQ というのはかなり共産主義的な考え方が、まあ、入り込んでたっていうのがあるわけですよ、はい、だからその日本学術会議に関しても共産党にすごい甘い GHQ の、 その甘さっていうのがかなり浸透したもんで、うん、共産党の傘下に近いぐらい影響を受けてたってことです、まあ、戦後、はい、まあ、それこそ GHQ の下で、まあ、公職追放、はい、教職員追放されたわけで、はい、まあ、奈良大学の教員もまあ、共産主義者というか左じゃないと生き残ってない時代ですからね、うん、なのでまあ自然に今共産化しますよ ね、 これはね。そうですね、もうおっしゃるとその、はい、やっぱり公職追放というのが大きかったんですね、うんうん、それまではまあ保守的で非常にこう教養のあるというので尊敬されてた教師たちというのが、はい、みんな追放されたわけですよね、はい、でもう左っぽい教師ばっかりになってしまったと、うん、そういう学者とかね、はい、そんな中で、まあ、共産化しないわけないわけですアカデミーがね、うん、はい、だから公職追放なければ、はい、偉い先生とは呼ばれなかった人たちが偉い先生と呼ばれ始めた、うん、まさにこれはあの渡辺昭一さんの言うところの敗戦利得者だけでね、うん、そうですね、うん、はい、でここで日本のアカデミーというのもかなりレベルが起こってしまったわけで、はい、それで慌てて公職追放を、まあ、解いたわけなんですけれども、うん、もうちゃんと、うん、使える人材は使わなきゃいけないというので、うん、解いたんだけれどももう時すでに遅いですね、はい、で結局ねこの問題が浮上したのは2020年の、まあ、菅内閣菅首相による任命拒否問題ですよね、はいはい、これ覚えてますか、はいはい、これ一般的にはこれ我々は、ね、ずっとこの学術会議問題じゃないかと言ってましたけれども、はい、一般的にこの学術会議って多分ここまで知らない人の方が、ね、うん、多分大半だったと思いますけどね、はい、うん、でこれによって、はい、あの我々は知ってましたよ、はい、日本学術会議が共産党にかなり影響を受けてるって、はい、でも一般的に広がったわけですねこのことがね、はい、うん、で国の機関しかも、まあ、首相総理大臣の直属の機関でありながらなんで共産党の言うことを聞く学者しかいないんだっていうんでこれで一般の国民の多くが呆れたと、はい、だからここまで、話がもう広がってきてもう国から切り離そうってことに至っちゃったってことですよね、でこれ任命拒否問題何かって実は分かりにくいでしょうと、うんうん、で、ちょっと説明しますね、はい、分かんないところあったら言ってください、はい、菅首相が任命拒否したのは、105人のうち6人です、うん、で105人というのは定員なんですよね、うん、だから日本学術会議側は、要するに拒否できないように105人ギリギリの推薦をしてきたんです、うん、で、それに対して菅首相はこの6人を選んでこの6人は、まあ、指名できないと、うん、任命できないということで拒否したということなんです、ええ、これはまあ基本ですよね、うん、じゃあなぜこんなことになったかというと実は前段階というのがあってこれがね安倍さんなんですよ、うん、実は安倍さんと日本学術会議のバチバチした戦いっていうのがあったんですね、うん、それが1回目が2016年、3人のポスト、これが空いたんで補充をやろうっていうことになったんですね、うん、でこの3ポストの欠員で、実はね学術会議があってこのポストって第一候補第二候補って出すの、うんうん、で、そのうちの、第
2候補にこのポストはしてくれって安倍さんが言ったんですね、うん、ところがこれ日本学術会議受け付けないの、うん、これどういうことかっていうと、日本学術会議は必ず第1候補第2候補ってこのポストの時は出してたの、でところが文部省とかが第2候補にしてくれって言うとすっごい反抗するの、うん、絶対やらせないっていうことをずっとやってきたの、うん、全員は介入してほしくないという、うん、そうなんです。じゃあなんで第2候補出すんだというのがあるじゃないですか、うん、私たちはちゃんと、複数の選択肢を出しましたっていう体裁を取ると、うんうん、いうことなんですよ、うんうん、でこれで何十年やってきたの、はい、だから安倍さんここで実はバチバチ戦ってね、2016年の時に、で結局どうなったかというと、もう補充人事自体をなくしちゃった、うんうん、でもう一回2018年にも11ポストのうちの1ポストを第2候補にしろって言って、これもバチバチやっちゃって、結局学術会議側が補充人事自体をなくしたっていう、これ2回の、まあ、戦争をやってるんですよね、はい、で安倍さんは実は一つ、獲得したことがありまして、2017年に定員105人のうち5人拒否枠をつけて110人推薦してくれっていうことをやったんですよ、うん、だから2017年は110人推薦してるんですね、うん、ただしこの余剰の5人分というのは絶対指名させない5人なので、うんうん、まあここが学術会議なので、うん、すごい分かりにくいですよね、さっきの話にしてもね、うん、だからそういういろんなアリバイ作りがあって、うん、ちゃんと、うん、しっかりしたプロセスを選んでますよというね、うんうんうん、そう作ろってるんでしょうけれども、はい、実情は決まっているという、はい、じゃあこの問題の本質何かというと、うん、結局こうもう一回110人出してくると思うじゃないですか、一、はい、回出してるわけだから、はいはい、菅さんならやるぞと思ったわけですよ、うん、学術会議側は、はい、菅ならこの5人選びかねないぞ、あ、だから安倍さんの時は言ってもこのやらせみたいなアリバイ作りに、うんうん、安倍さんもある種、うん、ちょっと乗ってたところが、まあ、そうですね、まあね、まあ、一応5人増やすというところまでやったわけですよね、うん、はいはい、この5人を指名するってところをやろうとしたら、はいはい、だろうと思うんですよ、菅ならやりかねないと、うん、だからぴったり105人推薦してきたわけ、はいはい、だから喧嘩売ってきたわけ、だから菅さんが買うの、でしかも拒否したのは5人じゃなくて6人なんですよ、うん、この6人というのが大事なのは、はい、要するに5人の拒否枠というのを出さなかったから報復として6人拒否したということなんですよ、うんうん、この面白さが分かんないから分かりにくいんですよ、この問題って。分かりにくすぎでしょそうかそうか、これ大丈夫かな、これ視聴者の皆さんはこれ今のこの口頭の説明だけで分かんない、まあ、詳しくは、まあ、あの、そうですね、日本学術会議の研究概要欄にリンク貼っておきますんで、はいはいはい、まあそうやって戦争をして、はい、まあ、何が起こったかというと、さすがに、まあ、日本学術会議側が切れたんですよね、はいはい、でもこれ思い出してきた、2020年ってコロナ禍ですよ、はい、コロナ禍の時に共産党と日本学術会議とマスコミがこれだけをやり始めたでしょ、うんうん、拒否問題だけをやり始めたでしょ、さすがに国民気づくわけですよ、なんじゃこれと、うん、学術会議ってコロナ禍で何か提言する機関じゃないのと、うん、共産党はコロナ禍で何か政府批判をやらなきゃいけないんじゃないのと、うん、マスコミはなんでこうコロナの問題じゃなくてこの問題ばっかり扱うのと、うん、はてって思い出したわけですよ、はい、ここで共産党のひどさ、そうか、うん、ここは一体化してるんだってバレちゃったんですよ、うん、だからもう国民ももう日本学術会議許すまじになったわけ、はい、だからこそもう岸田さんもこれは解体に入ると、うんうん、いうことをやって、まあ、折衷案に近いけどもとりあえず国から切り離そうということをしたわけですよね、うん、でここまで決まったんです、はいはい、でこれって赤旗がこれ大々的に報じてましたし、プラス赤旗が結構せんべいをつけた感じありましたよね、はい、だから赤旗ってなんだろう、今回のその、 あの、ね、正式のね記載問題もですけど、はい、あれもう、はい、それこそ1年前から赤旗が報じたっていう話じゃないですか、うん、そうですね、そのあたりやっぱこの何だろうな、共産党というか、まあ、そっちの なんか内通している人がいるんでしょうかね、うん、その関係者の中に、あ、もちろんそうですね、6人のうち1人が、うん、まあ、あの垂れ込んだって話ですよね、本来発表するまで黙ってなきゃいけないんだけど、赤旗編集部に乗り込んで、はい、こんなことやられちゃったぜっていうことを言ったという話です、うん、はい、で普通はねこういう時一般紙に垂れ込むんですよ、うん、もう共産党の機械紙に垂れ込んだっていうのがもう全て表してるでしょ、うんうん、だからこの問題っていうのは結局菅さんの勝ちなんだよね、うんうん、
でも結局ね、はい、この年末にこういう動きがありまして、はい、で実際まあ民間というか、ね、うん、独立決まったわけですから、はい、でそもそもだって政府からの、うん、その人事の介入が嫌だって言った問題じゃないですか、うん、その菅さんってね、はいはいはい、であれば別にその国から切り離して独立、うん、行政法人ない、はい、になるっていうのはむしろこれ、うん、歓迎すべきものなんじゃないですか。はい、なのに反対するんですよね、うん、それは。そうなんです。だから国から、国の機関でありたいと、うん、で国から、まあ、税金でね、15円ね、税金でお金もらいたいのに、政府の言うことは聞かな、うん、聞きたくない。これはただのわがままではないですか。おっしゃる通りです。うん、結局ね、頭では分かってるんですよ。日本学術会議だって、軍事研究は許さなければいけないし、はい、政治的に偏ってない人間を入れなきゃいけないって分かってるんですよ。うん、でも、やっぱり主要メンバーが、そのイデオロギーにがっちり固まった人間だから、公的な、その、発表とかっていうと、やっぱりそこの辺は戦後平和主義、共産党的な戦後平和主義になっちゃうんですよね、うん、最後の最後は、だからもうこれは切り離すしかないんです、うん、はい、で特にその今一番重要なのは結局そのデュアルユースか、うん、だから、民間と軍、軍民療養技術か、これなんですよね、うんうん、で今重要になってるネットとか AI とかドローンというのはこれ、まあ、はっきり言っちゃうと軍事技術から、うん、まあ、派生したもんじゃないですか、はい、だから軍事技術っていうのをここで切っちゃうと日本の経済成長だってできないわけですよ、うん、でその日本学術会議にはこの軍事技術にもこうちょっと片足突っ込んでるような技術をやってる人がいて、うん、これを日本のその技術発展を背負ってるわけですよね、つまりそこを日本学術会議というのがある限りは、阻止されちゃうわけですよ、要するに日本の経済発展を阻害されちゃうわけですよ、じゃあやっぱりこうもう切り離すしかないでしょうということですよね、はい、結局だから忠実にその GHQ のこの、何設立した意図を今でも忠実に守ってるわけですよね。おっしゃる通りです。で忘れちゃいけないのは GHQ は朝鮮戦争によって再軍備化を進めたわけで、はい、うん、戦後平和主義っていうのは GHQ は寸前でコロッと変えてるんだよね、うん、ところが生み出された本の日本学術会議は昔の GHQ の考えとかとそのまま70何年引き継いでるってことですね、うんうん、化石です。化石なんですよ、うん、ガラパゴスなんですよ。ガラパゴス、うん、だからもうこんなとこはね、とっとともう切っちゃうのが正しいです。はい。はい、切ってください。はい。岸田さん、切ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。